まあまだキャンプなんで、そのプロになった実感っていうのはあんまりなくて、まあそれはやっぱ試合に自分が絡んできたらそういうのは多分出てくると思うんで、まあでもキャンプは本当にいいトレーニングできてるので充実してます。まあやっぱり去年まではやっぱ学生っていうのがちょっと自分の中で意識してがあったんで、でもやっぱり今年からプロというプロサッカー選手ということなので、まあより自覚と責任っていう、まあ、プレー中の責任であったり、そういったところが、まあ、もっと詰めていかないといけないですし、まあ、本当に素晴らしい選手がたくさんいるんで、その中でやっぱり自分がレベルアップできると思うんで、もっと自分を出していきたいと思います。まあシュートって名前なんですけど、まあシュートっていうサッカーの言葉もあるんで、まあ安倍シュートとかそれでも呼んでほしいなと思います。まあ、自分の特徴としてはもうハードワーク、ボール出し、奪うことが得意なので、まあ、そういったところは見てほしいですし、まあ縦の運動量であったり、攻撃参加であったり、そういうところは本当に自分の特徴であるんで、今年は ACL もあるんで、本当にチーム一丸となって総力戦で戦っていくので、サポーターの皆さんも一緒に戦ってください。